界隈でございます。今まさに、押すタイミングとしては適切、かなり適切さあそれでは見ていきましょう、延長戦は一先、男の一先はどちらが勝つか。流星 JP 対するはシュートマリーザー、いってみましょう。ありがとうございます。まあ、この組み合わせやはりこの JP の垂直ジャンプ中パンチがマリーザー苦しいんですけど、そこに対してシュートがジャンプ強キックの空対空っていうのね、フェンリック戦ですか、ミスターというのがまあ印象に残っている。とんでもない反応でしたよね。さあまずは先にダメージを与えたのは流星だが、ストリボールに対してはインパクトを当てていく。エンフォルトは半日間になってるのドライブゲージが少なくなってきた流星。うわー、勝負のジャストパリ狙いに行ったんですが、入れ替え、あとはトリガーまで。わー、ボールを捕まえた。いや今の勝負ラッシュはちょっと対処できない速度でしたね。さあこれでリーチはシュートのマリーザー、一試合選手の儚さを押し付けるか。グラディウス対空、うわ早っ。さあくるくる、ここでうわ怖い怖い、おお動いてしまったか。しかも出しているハリーのね、硬直におそらくなんかコマンド入れたことによって食らったと。ハリーしてしのぐ遠距離、横から流星が来る、ラブシカしのげるか、2択だ。でリバーサル、いやうまい。ジャストこれでドライブゲージも減って、上にはビハロ繋がっている。完璧だ。いいからもう一発追加して、バードも見えている状況、これ相当苦しい、かなり苦しいのシュート。流星はどうするか、流星が丁寧にいきたいですね。バーンアウト狙いか、でバーンアウト、もうこれはもう確かにほぼほぼ積んでいる状況ですね。かなり厳しかった。さあこれでフルラウンドになった。うわっ、先手は流星通ってしまった。お危ない、ちょっと来た。シュートのゲージが3つある。これ画面端も近づいている、この状況危ない。お互いゲージがかなり溜まって、いやーよく取るな、相手をそこまでから下がっている。使うか。さあフォロウサが入って画面端の攻めにもなるぞ。流星にはゲージが3つ、何を選択する、何を思うか、この状況。よくから来た、投げてくる。もう一丁、まだ残るが、お金は許されない。アフレちゃん出た対策、バウンドしてる、間に入っている、これやばいぞ。入れ替えでしょ、入れ替えまして、この後の置き攻めで、うおっ回復した、これ回復した、そっとでもこれやばすぎる。今の状況に来た、これここしかないところ。マリーザ・ジャベリン一戦、延長戦を制して最終関する熊本に勝利をもたらした。